300という、これはいいスコアですよね。はい、まあ、あの長谷川選手、もう少し点が伸ばしてもというところではあったんですけども、まあ、相対的に、まあ、一番出来がいいんじゃないかなというふうな印象ですね。はい、1人平均15点近く取っていれば、まあ、その633での3人の合計、これは9大点ということになります。さあ、世界チャンピオン内村航平が出てきました。白井翔太郎は D スコア6点に合計 12.900 です。そうですね、さあ内村のあん馬です。大きな影響がある得点ですね。おっと、少しサークルが外に外れたんですが、なんとかこらえました。を持ちこたえるのも内村の力。はい、かなり今のはすごい修正だと思います。さすがの先ほどの山室に続いてベテランの力を見せています。チャンピオンの力を見せています。はい、ただ少し減点があるかもしれないですね。は、はい、完璧に降りてきました。これが世界チャンピオンの力、内村航平です。少しヒヤッとしたんですが、さすが世界チャンピオンですね。序盤にミスがありながら最後まで通し切る。はい、まあまあ、ほぼミスと言えないぐらいに修正したんじゃないかなと思います。なるほど、はい、それをそう見せないというのも内村の力なんですね。そうですね、まあ、普通だとあそこで膝が曲がったり足が、開いてしまったりとかっていうことの修正になるんですけども、はい、そこから彼はそういったことなしに修正してきました。今日はこの後跳馬と最後に鉄棒を演技するということになっています。あん馬もかつて、まあ、落下などの経験も大舞台でしているんですが、ただ大事なところではこのようにしっかりと演技のさなかでも修正をして通し切ってきました。はい、チームで戦う団体戦です。2015年を締めくくる日本体操界の集大成の大会、全日本団体です。3連覇がかかるコナミ。普段ですと E スコア 9.0 乗ってくるんですけども、そこも少し下ぐらいなのかなというふうに思いますね。この E スコアは10点満点ですが、9点ということになればかなりいいという評価になりますか。はい、そうですね、9点には及びませんが D スコア 6.200、 E スコア 8.850、 15点台 15.050、立派なスコアを出しました。白井のミスがありましたので少しピンチがありましたが 42.350 というこのあん馬のコナミスポーツクラブの得点です。